バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターマーマーのようこです。今夜のバニラスカイ、めちゃくちゃテンション高いようこがおりますが、その理由は新曲がやっと出来上がりました。イエイ、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。5月13日鹿児島の繁華街天文館にあります商業施設センテラス天文館にて母の日イベント開催いたします。今回も実はですね、私イベンターとして関わる予定だったんですけれども、イタリアニッシモという素晴らしいね音楽プロジェクトの方々と出会うことができまして、一緒に、イベントさせていただくことになりまして、そこでようこコラボということでですね、一曲新曲を作りました。5月13日、はい、放送が11日の今日木曜日、13日土曜日は明後日です。やっと出来上がりまして、もうね、アルベルトさんというねイタリアご出身の素晴らしいピアニストさんと、石井さんのギターで、シノがねフルートで感想のところを吹いてくれる予定なんですけれども、シノは当日ジャンケンマンも参加されるので、ジャンケンマンランドミニもね開催しますので、ジャンケンガールズとして会場におりますので、はい、吹いてくださいというね、なんとも嬉しい機会になっております。ぜひ5月13日10時から17時まで母の日イベント開催しています。ようこのステージは16時夕方4時なんですけれども、そのねアルベルトさんの素晴らしいピアノ演奏は11時と15時と2ステージございます。ようこもそちらで1曲ずつコラボ、そしてじゃんけんマンも君も天才さんをコラボする予定ですので、ぜひ楽しみに遊びにいらしていただきたいです。皆様のお越し、お越しなんでも、もうどんだけテンション高いのよ。皆様のお越しをお待ちいたしております。ぜひぜひ沖縄からも、あさってなら間に合うからね、待ってますからね。ということで1曲目、ようこの、大事な1曲、キス&ハグ永田中学校音楽部の皆さんが一緒に歌ってくださった永田中学校音楽部とようこバージョンをお届けしたいと思います。それではお聴きください、キス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は聴いていただきました曲は、ようこと永田中学校音楽部でキス&ハグでした。まあね、新曲作りにあたりまして、今回ですねタイトルは花束という楽曲になります。花束どういう意味で今回つけたかと言いますと、もちろん母の日イベントということもあるんですけれども、偶然ですね、音楽の神様、歌手の神様、花束でいいんじゃないかといきなりタイトルを持ってきてくださいました。で、私の中でねメロディーと歌詞が
あってですね、そのあってっていうのはもう最初にできてたっていう意味ですね。で、歌詞的には形が変わってもまた旅をしていつかこの場所であなたに会えるならみたいな歌詞がね出てきてて、でこれはもうサビだと。で実は2月ぐらいにこのサビと歌詞メモはあったんですけれども、どんな楽曲に、いつ出会えるかなこの歌詞とメロディーがと思って、で結構ね私的にはまあ愛実っていう曲があるんですけれども、それもね人のまあ輪廻っていうね、ほら生まれ変わってまた亡くなってまた魂があって肉体がこう回っていくというね、まあ簡単にちょっとすいません説明してしまいましたが、そういうまあ輪廻転生的なところをね含めたようなこう命が終わった方に対してありがとうっていう意味であったり、自分の心がね、私も人ですからね、自分の心がもう辛くてしょうがない時に息ができるように歌っている楽曲が、まあ、愛実っていう曲でもね最近はありますね。でね、まあその志というかね思いをね含めてはいるけれども、まあ、合唱曲として、そして、こういうねもうなんていうのかな、宇宙規模で物事を考えるとしょうがない、人が生まれてこれたこともそして命が終わって形が変わってしまうことも、だけど、まあ、娘に言ったんですよ、歌詞の神様がなかなか降りてこないからさ、シノンにもノンちゃんにもさ、ママがさーって、まあ、このね命が終わって体が変わる時にさ、まあ日本はね仮装じゃないですか、仮装してる時にさ、まあ燃やされてると結局はさ空気にさ帰っていくものも多いじゃないですかね、骨として残るものだけではなくて、でその時にもしこの子たちが私に会いたいと思ってくれることがあったら、きっと息を吸えば私は彼女たちの中に入るかもしれない、そして一緒にね同じ体の中で同じなんていうのこう形で生きていけるかもしれないとか、あと常にね一緒にいるんだよって、でまあお母さん星になったんだって言われるとちょっと現実的ではない距離感だけどね、輝きとかさ、だけどお母さんお空にいるんだって言ったら、まああながち間違いじゃない表現じゃないかなと、私はねやっぱり私の大事な方の死と向き合った時にね思ったわけですよ。なのでまあそういう歌詞を極力ね、まあ分かりやすく言うと NHK のみんなの歌であったり合唱コンクールの楽曲として使っていただくためにはどういう言葉を選んだらいいかなとか、で意外とねこうスケッチ段階でメロディーをいっぱい入れ込んでたからこそだいぶ簡単なA メロ B メロにしてサビはちょっと言葉数を多めにしたという感じで、まあ、石井さんのねアレンジも加わってくださり、まあとにかくこの楽曲がねどういった形かで皆さんにお聴きいただける日をね楽しみにしています、まあ、今のところねうまくいったらレコーディングするかもしれませんし、とにかく5月13日のアルベルトさんとのねステージ楽しみにいらしていただけないかなと思っております。花束ぜひ皆さんに早くお聞きいただけるよう努めますのでお待ちください。ではでは、冒頭より熱く語っております今夜のバニラスカイ、皆様のメッセージやリクエスト大募集していることはいつも変わりありませんが、今日は陽光自身でね、自分自身にリクエストかなと思っております、大好きな楽曲というより私はこの歌詞が好きです。自分で書いときながらねよく思いついたなと、だけどこれは他の方が聞いて、いいなって思われるかは分かりません。珍しく自分がね聞いてねこうあよし癒されたなりよし頑張ろうなりあ泣けてきたなり、そういう自分の中の感情を浄化できるような歌詞とよく私は出会えたなと自分自身を褒めているパーソナリティもおかしいからねちょっとたどたどしくなってしまいましたが、まあそういうところでね今夜は自分自身にリクエストしたいと思います。それではお聞きください、陽子で愛実。夢を見た名前を呼ぶ
やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前にあなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたき一つほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと、この胸の中にずっと。お聞きいただきました曲は陽子で愛実でした。皆様、私のインスタチェックしてくださってますでしょうか。今回センテラス天文館の母の日イベント、素晴らしい方々がね集まってくださります。まず鹿児島を代表するヒーロー、じゃんけんマンによりますミニじゃんけんマンランドを開催します。14時からのステージではみんなで踊ろう集え天才さんということで、新曲の君も天才さんを一緒にね歌って踊ってて楽しんでもらえるので、そちらもチェックしてくださいね。そしてなんとミニじゃんけんマンランドブースでは、ママへのプレゼントワークショップ、缶バッジ作り、いつもありがとうって描いてみない、参加料無料ということで缶バッジが作れます。実はこれね、陽子からのプレゼントでもありますので、バニラスカイプレゼンツ、あ、ごめん間違ったよ、肝心なところ間違えました、バニラスカイミュージックプレゼンツということになっておりますのでね、ぜひこれを機に、結構ね、準備してますから数は、遊びにいらしてください、お願いいたします。そしてバルーンマンのお花屋さん、みんなも大好きなバルーンマン、いつもはねバルーンでお花を作ってくださったりしておりますが、今回素敵な奥様も一緒にいらしてくださりのお花、母の日といえばやっぱりお花ですね、素敵な笑顔と販売してくださるということですので、ぜひお楽しみに。そしてイタリアニッシモさんたちのご紹介をきちんとしたいと思います。イタリアニッシモとは、鹿児島をね大好きな鹿児島ご出身の3つの会社の方々がね立ち上げられたプロジェクトになります。イタリアの素晴らしいミュージシャンたちを鹿児島、そしてまあ日本中にね、子どもたちにより良い音楽を聴いていただきたい、提供したいという思いで、まあ、イタリアと日本をつないでくださる、その音楽シーンをつないでくださるプロジェクトになっております。で、今回は6月6日にサンエール鹿児島というホールでアルベルト・ピッツォさんがピアノの演奏会をなさいます。そちらの先行イベントということで無料で聴けちゃうんですよ。でセンテラスでは11時と15時の2ステージなんですけれども、この時なんとグランドピアノがセンテラス天文館のスクエア広場に入っちゃうんです。すごいでしょ。だからすごいね、身近でねグランドピアノを弾いてらっしゃる姿を見ながら聴けちゃって、まあ贅沢すぎると。で6月6日もねお席、まあ、もちろんチケットも販売
してくださいねってお願いをしているので、販売されるので、購入できるんですけれども、もう生でねアルベルトさんの演奏を聞いちゃうと、もうチケット足りなくなるんじゃないかなと、よくもうだいぶ興奮気味でございます。とにかくもうめちゃくちゃ楽しみなんでね、ぜひみんなでアルベルトさんのピアノ演奏ライブ楽しみましょう。もう一度言います、時間は11時からと15時からの2ステージになっております。そしてじゃんけんマンヨーコ1曲ずつコラボする予定ですので、そちらもお楽しみに。ヨーコのスペシャルライブは16時からとなっております。そしてその他ですね、今回はまたセンテラス天文館の広場で、初夏のね竹丸沙織さんによります、あれはねインテリア書っていうのかな、インテリア書道の、実演や販売もございます。まあまたっていうのはですね、去年11月に私がビューティーフェスというね、女性が輝く毎日を応援したいという思いで企画しましたイベントでもね参加してくださってましたので、まあ竹丸沙織さんはね、まあ、ご自身もモデルをされたり、書道の先生をなさったりと、もっと多彩なクールビューティーなのかな、可愛いけど美しいって綺麗って言われる方がいいんじゃないかな、まあ、とにかくね美女です。でじゃんけんマンが SNS に発信するたびに、なんでこんなに美男美女が揃うんだと、自分のことを知らないご当地ヒーローって書いてるそんなに下げちゃうのっていうくらい、まあ確かに美男美女ですね今回ね、素晴らしい、うん、まあそれはさておき、とにかくね竹丸沙織さん、素晴らしいね、ショーのなんていうのかな、まあ熱いよね文字がさ、私も書道してたからちょっとあの雰囲気でわかるんだけど、まあ自分を持ってる情熱家なのかなとお見受けしております。とにかくそんな素敵な沙織さんにも会いにいらしてください。そしてほぐしどころゆうさんのご出店があります。代表の浦島優子さん自身もビューティーマルシェとかね開催されたり、とにかくねあの女性の美しさだけでなく体が喜ぶ美しさ、まあ、男性にも私子供たちにもでしょうね、まあ、いろんな美に対しての、まあ、いろんな方とねサポートできるようなマルシェも開催されている浦島さんが、なんと今回私も参加したい、いつも主催者だけだからみたいな感じで、ね、主催ばっかりだからみたいな感じで、いらしてくださることになりました。なんとボディートーク体験セッション、すごいな、骨盤調整、背筋ほぐし、あもうこれ私仕事どころじゃないですね、私がしていただきたいということで、私手が空いたら伺いたいって言いながら結局ねまあいけないんですけれども、まあ、とにかくねセンテラス天文館の母の日イベントだからこそ気軽に体験していただけるコースがあると思いますので、ぜひそちらもお楽しみに。そして今回も出店してくださいます、めっちゃ美味しいの、米粉チューロスのエッジさん、飲み物とかもね頼めますなあ、まあとにかく米粉チューロス食べに来てください、いろんな味がございますよ、楽しみ、私も食べたい、本当あの仕事そっちのけでね、私も遊び回りたいお年頃でございますから、どうにかして食べようでね、今、作戦会議途中でございますが、多分ねできると思います。じゃんけんマンのお弁当販売、今回は唐揚げ弁当陽子が監修しましたということでね、販売できると思いますので、今のところ限定20個じゃ足りないから30個かなって言ってます、ぜひぜひそちらも食べにいらしてね、お願いいたします。では今夜最後の曲、平和を願って、世界平和を願って、ヨーコでビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かわからないなら変わ
なたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらないまま、変わらないなら歌おう、いつでも心の種を鳴らそう。あなたが優しい思い続けられるように、目の前に見えてるもの全てが全てではない。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあ皆さん聞いてください。のんちゃんがなんと5、6歩歩けるようになりました。素晴らしい。なんでかな、寝る前にね、もう今日のおさらいみたいな感じでめっちゃできることが増えてる。寝る前にハイテンション寝るハイみたいな感じよね。だけどね、まあ人間ってそうシンプルなもんなんでしょうって私は思っちゃうんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。まあとにかくね、もうトコ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 ね歩くんです。もうそれが可愛くて可愛くて仕方がない。私も産みの苦しみ、あもちろんね、シノンとかなんちゃんを産む時の苦しみっていうのは味わっておりますが、いやそこじゃなくて、ね、そこじゃなくて歌詞ね、もう楽曲を作る産みの苦しみはね、何なんでしょうね。出来上がった時の快感を覚えるともう作らずにはいられないんでしょうね。でね、まあ、今回の楽曲に関しては本当イッシーさんが途中途中でいろいろねメロディーのアレンジだったりとか提案をしてくださいまして、でそこにまあデモなのでそれなりのね、決めるところとかコードの感じとかでアレンジもね、まあ、多少入ってるわけですよ。でね、歌うまではデモの段階では、なんか変だなって思うのも、私が歌詞を乗っけて歌うとそのアレンジが際立つ、むしろアレンジのおかげで、まあ、歌詞が際立ってくるっていうのが正しい言い方でしょうけれども、だからねこの相乗効果、いやいややっぱりすげえな、ね、先輩方ってどこまで見て何を提示してくれるかわからない。だからまあそこにねこれからもガンガン乗っかっていつの日か自分がそういう立場になれるように、学ばせていただきたいと思いますと思ってね、今回もありがとうございました、いっしーみたいな感じでございました。まあ、とにかくねこの楽曲が6月以降発信できる皆様にお聴きいただけることを私も夢に見て、花束がね皆さんのお手元に耳元に届きますようにという思いで明後日楽しんでライブしてきます。ではでは皆さん、この後はひふみずバーでございます。いつになったらようこ沖縄に行けるんだ、マジで時間が足りない。なので皆様、私以上に沖縄に早く行ってひふみさんにね会えたらいいねと願ってください。お願いいたします。今夜願い事がない方、ぜひようこが早く FM ギノワンの、もう
なんだっけ、あのスタジオでね、はい、生放送ラジオできるように祈ってください。お願いいたします。ではでは、この後も FM ギノワン楽しんじゃってね。では皆さんも1週間めちゃくちゃハッピーに過ごしてください。陽子も負けじと、ハッピーに過ごします。ではせーの、バイバイハッピー。